人生に影響を与えた言葉、うん、今もすごく聞いてて、なるほど、英語まさかの、そうなんです、唯一知ってる英語です。中流階級トーク、いやー、大人気企画のね、中流階級トークということで第1回目がね、大好評だったのでね、2回目やっていこうと思います。よ、待ってました。はい、今日もですね、ゲストに来ていただいております。おお、ボディービルダー兼芸人のマンティ福原さん。よいしょよいしょ、でかいな。はい、寒いです。今日のテーマこちら、ドン、人生に影響を与えた言葉。素晴らしいテーマ。あなたの人生に影響を与えた言葉を教えてください、うん、では皆さん、お手元のフリップにお書きください。よし、どうぞ。なんで、まあ、偉人の名言から、まあ、何でも、何から、例えば上司に言われて響いてる言葉でもいいですし、うんうんうん、まあ、昔の偉人が言った言葉で、うん、とか座右の銘みたいなね、あ、そっちの言葉でもいいですし。あ、座右の銘。じゃあちょっと一発目言ってくれる方いらっしゃいますか。じゃあ、お、はい、いきます。ちなみに何の言葉、誰からの言葉。あ、誰は、僕、父親です。おお、父親です。就活いくつか合格してたり進んでたりした時に結構悩んでた時があって、お父さんどう思って聞いた時の一言です。選んだ道は全て正解になる、失敗にもなる。バイチチっていうね。バイチチ、失敗にもなる、にもなる。結局ここに込められた思いっていうのが、選んだ道を正解にしろよ、その覚悟だけやぞ、だから俺に聞くな、自分のほんまにいいと思うものを選んで、それを正解にするというスタンスだけっていう背景とセットで、全て正解になるまでだとよく聞いたりするんですけど、うん、その後の失敗にもなるが、ちょっと父のこの、うん、なんですかね、うん、何かを感じますよね。そう、ここで父言ってたのが、俺に答えを求めてる気がしてるってその時言われて、すごいよ。そうで、確かに僕も質問で、そう、なんかお父さんが就活で今僕の内定を持ってたらどこに入りたいと思うみたいなセットで聞いた時に、多分僕のその意思のこうブレを多分感じたから、ここの失敗にもなるからこそお前が決めろ、これを聞いてどうなったんですか。そうで、結局まあもう僕が一番入りたいっていうところを選んで、こっから先実はめちゃくちゃ聞いてきてて、入った後に僕も入社初日で違うなって思った。ぶっちゃけ初日で、初日で、いや、ほんまにやめたいなってずっと思ってたけど、もともと入社する前に、うん、ここの部署でこれがやりたいってところまで、うん、歯食いしばって、まあ、結果そこも、うん、まあ、最短で手にすることができたのは、結局失敗にもなるっていう自分の、うん、このなんかスタンスと向き合い続けることが人生やなっていう哲学を知ったから、結局まあ10年同じ会社でちゃんとやり抜けたっていうのは、もうこの一言が、自分で選んだってことが重要でしたね。自分で選んだの会社にね。お父さんナイスコーチ。そうだ、今もこれは僕の哲学です。お父さんってのがいいっすね。父がね。さあ、2番目いきたい方いらっしゃいますか。偉人系の人、あ、偉人系の方いらっしゃいます。偉人の言葉。あ、じゃあ僕ですね。先に名言からいきます。はい、I push myself. I don't need other players to push myself. なんだなんだ。英語まさかの。そうなんです。唯一知ってる英語です。唯一知ってる。唯一知ってる。サガリシですか。Yes。これクリスチャンのロナウド。なるほど。はい。世代の方がクリスチャンロナウド知ってる。何かというと、俺は俺を追い込んでると。俺は俺を追い込んでると、うん。で、自分を追い込むことに他の選手は必要ない。うん、っていうセリフなんですね。でこれどういう背景があるかというと、インタビューの時に記者にクリスチアン・ロナウドとメッシがいて、うんうん、メッシとこのクリロナっていうのは、まあ、もうライバルっていうか、かなり比較対象があって、ね、うん、でバロンドールっていうのが世界で1位の選手に贈られる賞なんですけど、うん、メッシが7回賞受賞してて、ロナウドが5回、かなりこう記者ってて常に比較されてたんですけど、うんうんうん、記者が質問したんです。メッシはあなたをどれだけ追い込みましたかっていう質問したんです。で、その後の返答スピードがめっちゃ速くて、うん、ちょっとやってもらっていいですか。日本でいいですか。メッシはあなたをどれだけ追い込みました。メッシはあなたをどれだけ追い込みました。あ、もう一回言います。英語が出てこない。そうそうそう、俺は追い込んでるって想像しちゃった。もう一回いいですか。メッシはあなたをどれだけ追い込みました。 I push myself. I don't need other players to push myself.
ていうぐらい反射的に言ったんですよ。反射的に言ってことは、日々の日常からクリスチャン・ラウンドはそう思ってる。で、これ何が重要かというと、僕の人生も結構そうで、他人はコントロールできない、自分にフォーカスしよう。で、自分を追い込むのは常に自分だし、自分の人生をコントロールするのも常に自分だから、他人がどうこうじゃなくて自分が自分で決めろ、自分にフォーカスしようっていうのが、これだけのトップクラスの選手がそういうこと言ってるんで、僕もすごく共感して、なんかもともと周りがどうとか世の中がどうとかで僕もすごい生きてたタイプなんですね。でもそこから自分はどうしたいかとか、自分をどうコントロールするかとかに切り替えてからかなり人生が前進した感があったんで、本当に自分を追い込むことに他人は必要ないっていうのはマジでそうだなっていう、もうすごい本質的な言葉ですね、はい、なんでこれはすごい、クリスチャン・ロナウドがこの言葉を聞いた瞬間にえっと思って、おめちゃくちゃ素晴らしい、しかも反射的に言うのが素晴らしいな。そうめちゃくちゃいい、確かに反射的にすごいすごい。I push myself っていう言葉はめっちゃ好きですね。だから唯一英語を。そうこれが唯一だよ。唯一知ってる。苦手なんですね、結構。苦手です。はい、素晴らしい。はい。いや、いい。はい、さあ、次行きたい方はいらっしゃいますか。じゃあ僕行きましょうかね。はい、僕はあの上司からの言葉。上司ですね。ライザップ時代の上司。うん、おー、ライザップ。そうなん。いい上司がいたんですね。からの言葉なんですが、ちょっとあのエピソードを含めて途中で出したいので、うん、まあ、皆さんね、あの動画見てる方も含めて、まあ、マネージャーとしてっていう方多いと思うんです、うん、皆さんならなんて言うかっていうのを考えながら、当時の僕にね、うん、っていうのを考えながら、うん、聞いてほしいなというところで、まずシチュエーションとしてはライザップに入社したもう本当に直後に言われたところで、僕はどういう状況だったかっていうと、もうまず、就職に失敗してたんですね、1社目で。国立出てなんかよくわからない会社行っちゃったりとか、うん、就活のコンプレックスがあって、で結果も出せたんでめちゃくちゃ焦ってて、うん、ライズアップで何としても結果を出したい、うん、まあすごい営業気質な会社なんで、うん、営業成績は全部わかるんですよ、何百年中ないとか、ここで何とか実績出そうと、めちゃくちゃ鼻息荒い状態で、うん、でマネージャーの方にも僕は1年で辞めますっていうのを先に伝えてたんですよ、うん、何としても結果出したいんで自分を追い込むために、まあ、今思えばそんなね、もうありえない発言だと思うんですけど、うん、でそこでそういうワンオンワンをしてるときに上司が僕に言ったセリフですね、配属から数日後ですね、その店舗に、うん、鼻息荒い状態で行った後の上司の一言でした、ね、うん、すごい、まず熱いですね、場面がね、実際、うん、でここで僕が言われたら何だろうと思います、いいですか、当てちゃっていい、当てお前の人生、お前が好きに決める、おお、うん、じゃあちょっといいです、みんな一言ずつ言います、うん、その当時お前はどうしたい聞いたことあるお前はどうしたい、待って待って、もう一回言って聞いてくださいよ、トーク番組なんだその話を、なんで全然、え、分かりやすく言うと、なんもないやつが命がけで入社してきて実績残したい、よろしくお願いしますみたいな感じで来たの、で当時その鼻息の荒い僕に上司が言ってくれたのは、うん、まずはみんなと仲良くしてね、何それ、なるほど、これが僕今もすごく聞いてて、なるほど確かにすごいですね、そう当時の僕は自分のことしか考えてなくて、うん、自分が何とかしてやろうだったんですけど、確かに上司からすると辞める発言もしてるし、うん、あんまいいやつじゃないじゃないですか、なるほど、ただ仕事はめっちゃするんだろうな、これ多分本当にマネージャーとしてみんなのことを考えてたからこれが一発目でと思うんですけど、嫌じゃないですか、なんか蹴落としてでも、そうだな、営業成績とかって当然みんなと相対的に出る数字なんで、それ一人が頑張ったら上がるんですけど、誰どっかでその見て影響で下がるやつもいるかもしれないし、それを見てこれを上司が言ってくれてめちゃくちゃいいなと思って、まずは仲良くねって言ってもそれぐらいしか言ってないですね、その時の見てて、よろしくって言って、ね、受け止める力というか、それ言われた後どういう反応したの、あ、ちょっとハッフと、ああ我のままに、なるほど、だからこう一旦そうす冷静になるかというか、そうです、ああみたいな、そうすごいやり手ですね、やり手、いいね、当時の彼に聞きたいですね、どんな気持ちで言ったんですかっていう、これちょっと続きがあるのは、うん、本当に多分応援してこれを言ってくれたんで、うん、その直後からめちゃくちゃお客さんを任せてくれたんですよ、それ行動もセットだったんですね、そうです、すごい、そう、もう明日からお客さん持ってっていう、うん、これ結構普通だとありえないものだったんですけど、うん、それをやらせてくれたっていう、素晴らしいですね、今でも感謝してますね、
見てますかね、この。確かに。見てますか、長野さん。こんなになっちゃいました。今日いい。今日ちょっと、かけ直し。何やってんですか、かけ直し。はい。怒られますよ。トーク番組だと。こんな感じです、秋尾さんはね。はい、あと、ま、じゃあ、はい、いいですか、チャオさん来ても。いやあ、じゃあ誰からの、僕も上司からはいですね。おお、一社目の上司です。一社目の、一社目なの、当時の人材系ベンチャーの一社目の上司。タイミングとしてはその会社にいた時じゃなくて、辞めてリクルート入った後、まあ幸先良かったんですけど、ちょっと自分の人生にモヤモヤしだしてきたタイミング、にもらったことが出て、これをもらったタイミングでバチホンというよりも、もらっていろいろ考えた帰りの電車とかで人生全体がつながった感じがするような、そんな言葉をもらったんですけど、それがこの言葉です。人間万事採用がうまことわざ系ですね。え、これこうやって言ったんですか、島田、人間万事採用がうまそこですよね。それやばい。当時は久々に飲み連れてって、はい、めっちゃいろいろ相談したときに、まあ人間万事採用がまだやというふうに言ってくれて、まあ、これ意味は幸福が続いてもいつか必ず幸福が来る、幸福が続いたとしても不幸も来ちゃう、人生ってこうフラットで、いいこともあった後は悪いこともあるし、悪いことが続いてもいいことがあるというふうに全体を捉えてみてねっていう、そんな意味がありますよね、人間万事採用。その上司にはもともと僕の、まあ、父を亡くした話とかいろいろしてて、父を10歳に亡くした時に、父を亡くした後1ヶ月後おじいちゃん死んでるんですよ、でその2ヶ月後お母さんが軽い脳梗塞で倒れたり、結構大変な時期があったりいうこととかを全部思い出して、確かに一時期不幸がめちゃくちゃ重なった時期もあるなと。ただいや、なんとかなる俺の人生はいろいろあったけど、人間万事採用がまだってなった言葉で、なるほど、包まれた言葉ですね。いやいいな、優しい言葉ですね。優しいですね、結構食らってる時あったんですね、だから私が、ね、そういうことですね、その瞬間を見て、その瞬間のための言葉として送ったわけじゃない、感じがしたんですよね、帰り方として、だから僕の人生全体を言ってくれたような言葉だったから、そういうことだ、いいな、背景がいいな。ちょっと全然話聞いてない、秋尾さん行きましょうか。いや、めっちゃ聞いてた。じゃあ、秋尾さんの言葉。誰からの言葉ですか？いや、誰からの言葉じゃないです。そういうのはあんま好きじゃないです。偉人ですか？いや、そういうのじゃないです。なるほど。好きな言葉。秋尾さんが自分で開発した言葉ってことですか？好きな概念というか。まあまあまあ。いや、じゃあ、聞きましょう。はい、はい、はい。はい。大丈夫？ああ！概念。まあ、いろいろな、すごい、いろんなところに勉強しに行きまして、でそこのなんかあるところで話されてた概念で、まあ、Naturally, Creative, Resourceful, Whole、まあ、人は生まれながらにして創造性にあふれてて、リソースフルでどこも欠けてない存在だという前提ですよっていう、この前提を持つのがいいですよねみたいな話があって、そうやなと、この前提はまあそうやし効果的やなと思ったんですよね、これから来てるなっていう、この僕らの会社の全ての人に可能性があるという言葉は、多分この経験がなければできてない言葉で、なるほど、そう、そういう意味ではすごい影響を与えてもらいました。どっかで勉強したんですか？あ、そうです、コーチングの勉強をするときにいろいろ言って、そこの1個のとこで言われてて、概念、僕も一番最初言った同じなんですか、はい、なるほど、久々に見ました、なるほど、懐かしい、懐かしい、なるほどな、でも僕も素晴らしいな、まあ、全ての人に可能性がある、うん、なんかそれの原因つながってます、つながってそうやな、終わり方が、大輝さん、これは僕がコーチングを始めて勢いで独立してしまって、お金を借金しまくってた時に勉強してた時に大切にしていた言葉で、有名なコーチのアンソニー・ロビンズ、おお、最強のコーチじゃないですか、こちらです、
昨日までどう生きてきたかと今からどう生きていくかは関係がない。おお、いいですね。いい言葉だ。なるほど。って思った。コーチング勉強してると納得だと思うんですけど、今しかないんで、うん、今何か書き換わるともうそっから変わる。どっから過去でどっから未来か今からなんで、今までどう生きてきたからこうなるではなくて、今までどう生きてきたかと今からどう生きるかは選択できるということですね、うん、これは僕の中で、まあ、コーチングをする時もそうだし、自分がコーチやっていい学歴じゃないとか、やっていける人なのかとかこう考えた時に、いや関係ない、今からコーチになるならコーチだという信念を入れる時にすごく毎日ね聞いて、怖い中戦っておりました、うん、大事なことだと思います。さあでも皆さん本当に人生に影響を与えた言葉、言葉というのはすごく人生に、ね、それこそ本当に影響を与えてるなという感じがしました。皆さん素晴らしい言葉を今日もありがとうございました。ありがとうございます。